岐阜市にある総合スーパー。ここに今全国で話題の商品があります。エアータオルという名前のタオルです。独自性を持ったタオルという形でエアータオルというのは認知されていると思いますね。はい、一つのブランドとしてですね。吸収性が強い、吸水力がどれほどすごいのか、同じサイズと重さの一般的なタオルと比べてみました。このふんわりしたところもエアータオルの特徴の一つです。それぞれのタオルに同じ量の水をかけていきます。まずは一般的なタオル、なかなか水が吸収されずケースの底に溜まっていきます。一方エアータオルはどんどん水を吸い取っていきます。その違いは一目瞭然。なんと吸水力は一般的なタオルの2倍だといいます。2007年に発売したエアータオルはこれまでに300万枚以上を販売。テレビの通販番組ではわずか1時間で8000万円を売り上げたこともある大ヒット商品です。アンパチ郡アンパチ町にエアータオルを生み出した浅野綿糸という会社があります。糸によりをかけることや、よりをかけた糸を綿糸と言います。よりとはねじり合わせること。創業は1969年、紡績工場や繊維商社の下請けとして長年経営を続けてきました。そうした中、独自の製品の開発に乗り出したのが浅野綿糸の2代目浅野正美さん、55歳です。浅野さんが驚きの吸水力の秘密を教えてくれました、はい、これが、まあ、一般的な綿糸です。綿の糸です。でこれにいろいろ綿糸技術、特許技術を使って、そして膨らましたのがこちらの糸ですね。要するに開発した魔法の綿糸と言われている。空気いっぱい含んでいるのでめちゃめちゃ吸うんです。とにかく水分吸う。綿にお湯に溶ける糸とまず合わせます。そして反対側に倍のよりかけるんです。でお湯に溶ける糸だけ溶かすと糸がバッと膨らむ。この世界初の技術で作った魔法の綿糸を使って三重県津市のタオルメーカーと共同開発し、エアータオルは誕生しました。気狂ったように開発しました。2003年からもううちでしかできないものを、まず糸の開発3年かかったんですよ。でそれでタオルにいいねって分かって、よしじゃあタオルでいいものを作ろうかって2年、都合5年なんですけど、タオルだけでも4000枚作りました。浅野さんはなぜ茨の道を選ぶことになったのでしょうか。そしてその道のりにあった成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。1990年代にどんどん新しい機械を買って新しい技術を身につけて順調よく来たんです。非常に順調よく来たんですけども、まあ、その順調よく来たのでうちの協力工場さん、下請けさんがどんどん投資をしたんですね。で機械が1990年代の終わり頃から入ってきました。借金もいっぱいして、で2000年にいよいよ借金返していくぞという時に、浅野綿糸の取引先が全部中国へ行ってしまって仕事が激減した。しまった、外注さん、協力工場さん、借金を背負わせてしまった。こんな状況になって申し訳ないっていう気持ちが一番強かったんです。で父親は廃業を進めました。社員さんの前でも号泣しましたし、協力工場さんの前でも泣きました。申し訳ないということで、で腹が決まって、要するに潰れるところまで行くという腹が決まっていたので、そこから、まあ、もちろん苦しかったのは苦しかったです。迷いはなかった。絶対機械は世界最高だって自信がありましたし、技術も世界最高だっていうという自信があったので、あとはとにかく徹底的に開発をすれば必ずこの目は出ると。海外への玄関口、中部国際空港。
その中にある免税店に海外の有名ブランドと並んでひときわ目を引くカラフルな商品がありました。浅野年始が今年6月に新たに発売したタオル、ボーガです。その値段は一番高いものでなんと2万円。日本のもう繊維技術のすべてを集結しました。去年特許を取ったばかりの糸で、さらに吸水性を増した糸を使った。2つ目として、純銀を全体に、タオル全面に使ってある。肌にとって髪の毛にとって一番良くないのは菌ですから、菌を殺しちゃいます。それね、銀を。そして匂いももちろん消していきますので、ですから機能という部分ではもう最高にいいんですけども、さらにこのグラデーションは、これはまあ世界中で日本でしか、それも日本の一箇所でしかできない、そのぐらい難しいグラデーションですね。このボーガーを足がかりに浅野年始は世界に打って出ます。本当に繊維産業っていうのはもう皆さん諦めていると、自信をなくしているのか。でも我々も今回のボーガーを開発してきてすごいなと思いました。日本の繊維技術とかデザイン力とか、町工場がもう一度日本の繊維技術でもって世界に売って出よう。特に今回は製品でということなので、私は本当にあの日本の繊維産業を代表しているつもりでいますので、ぜひこれを成功させたいと思ってますし、非常にワクワクしてます。国内の繊維産業は衰退の一途をたどっています。メーカーが海外に工場を移し、安い外国製品が入ってきたことで産業構造の転換を余儀なくされています。繊維産業に限らず、薄利多売の事業モデルはもう成り立たず、より付加価値の高い商品を作るように業態をシフトしていかなくてはならないのです。ご覧いただいた浅野社長は、逆境に直面する中でオンリーワン技術を打ち立てようと情熱を注ぎ、幾多の苦難を乗り越えて自社商品の開発に成功しました。環境の変化に立ち向かい、ピンチをチャンスに変える不屈の精神と逆転の発想で努力を積み重ねてきたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。